私は他の鳥たちのように空を自由に羽ばたきたいと思ったことなどありません。おっと、もうこんな時間か。10時です。原稿締め切りまで3時間です。わかってるよ。奥様を駅に迎えに行くのにあと5時間です。みぞれが降ります。大きな傘をお忘れなく。私はこの家の鳩時計の鳥であることに誇りを持っています。鳥なのに主にいただいたワンワンという名前にも。ありがとう。ワンワンは本当に賢い AI だね。滅相もございません。近頃カラスが騒ぐな。常に忘れていく人間型の代わりに私が全て覚えていて差し上げる。ワンワンも外に出たいと思うだろう。まさか。それが私の全てでしたが、その日の10時と12時の間にあのたくさんのカラスも私の主も消えました。師匠、この星マジで豚一匹いませんね。ああ、こんなに広々としたグラウンドで練習できるのは久しぶりだな。待て、何か聞こえる。ワンワンと申します。助かりました。バッテリーが切れる寸前でした。鳥、かわいい。ワンワン、お前の主はもう帰らん。この星の生き物はとっくに消滅済みだ。さあ、私とおいで。充電してあげよう。壊れるまでそこにとどまるか。好きに押し。師匠、先行ってますよ。私は空を自由に羽ばたきたいと思ったことなどない。だけどあのふわふわに触ってみたいと思っていた。私は結構長く飛んだらしい。ということで最後は小松左京さんが残した言葉をお借りして閉会の辞とさせていただきます。 SF とは思考実験である。 SF とはホラ話である。 SF とは文明論である。 SF とは哲学である。 SF とは歴史である。 SF とは落語である。 SF とは歌舞伎である。 SF とは音楽である。 SF とは怪談である。 SF とは芸術である。SF とは地図である。 SF とはフィールドノートである。いや、この年になった今ならやはりこう言っておこう。 SF とは文学の中の文学である。そして SF とは希望であると。小松左京。